はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。ドラゴンクエスト5ですね、やっていきましょう。やること盛りだくさん、本当に。はや、負け、あ、これ言ったね。負けた負けたってね。いやー、面白くなってきましたよ。ここから、まず今わかってるのはモンスターを、はいはい、やめます。あ、売りに来、あ、売ってもいいんだ。売ってもいいんだわ。売ろう。私が石の牙、はい、あ、結構いい値で売れるわ。お鍋の蓋は一応念のため持っときましょう。ブロンズナイフね。あ、買いに来たんじゃないわよ。買ってもいいんだけど、あー、鎧欲しいけど、あー、鎧が欲しいなー。あすいや、先あのブーメランだ。いや、あのボロ雑巾売らないとね。あ、ボロ雑巾売っちゃいましょう。これユニークなんだろうけどね。ちょ、価値つくんだね。はい、さあ、で地下があって、まあとにかく夜に一度来いということだね。ここは力を生じて話したければ鉄越し越しに話しかけるという。そうなのね。いや、鉄越し来てくんないわ。こっちの人は無理だね。この人何か言ってくれっかな。これ待つの大変なんだよね。あ、来ないね、来ないね。あ、来ないね。来ないんじゃない、これ。ああ、来ないね。来そうにないね。あと10秒待ちましょう。1、2、3、4、5、6、7、来ない、ほら、8、9、10と、来ないね。じゃあね、じゃあちょっと北の城に向かいますか。もうここは、夜以外はみんな情報収集しましたよね。うん、夜まで旅をして、で、来ちゃいますか。あ、これ開けてるよね。さあさあ、天使と子供が帰ってくるまで夕食を作っておかなきゃ。おや、あんた旅人だね。でも帰るところがあるっていいもんだよ。とか言っても若い人にはまだわからないかね。わからないでしょうね。20歳だったら絶対わかんないわ。あ、こっち来てなかったんだね。まだ。あの人とは喋ってなかったんだね。ただ、ああ、もうこれで OK か。うん、これで終わりだね。はい。さあ、あの橋か、この橋ができてからと言われたから、ちょっとこの周り見てみましょうか。あ、スライムだ。うん、まず鋼のブーメランを買う。1500いるんだったよね。ということはまだまだ仲間にはならないんだよね。ベビーニュート、ああ、まだこれぐらいの敵が出るのか。だったら大丈夫だね。ヘンリーさん10食らっちゃうよ。あ、そうだそうだ、私、あの親父が死ぬまですごいバブリーだったんだ。あの金どこ行ったんだヘンリーさんレベル1だったんだね。あの金どこ行ったんだろう。力1ポイント、ヒットポイント3でマジックパワーが3上がりましたね。あらー、あ、こっちにも橋ある。あのお金ほんとどこ行ったんだ。2000ゴールド、3000ゴールドあったよ。3000超えてたよね、確かね。うわ、一気にどん底だ。あの子らウハウハだったのにね。今1回の戦闘8ゴールドとかしか入んないね。あ、これは行ったら北行けって言われてるから北行きましょう。これ多分、お、夜になった、夜になった。こんな早く夜なのね。ヘンリー暗いすぎだね。あー、ヘンリーさんレベル3になりましたね。
この人魔法、力1ポイント、身の守りが1ポイント、ヒットポイント3のマジックパワーが4。あ、やっぱり魔法だね。あ、マヌース覚えましたね。お、宝箱ね。はいはい。よいしょ。戻りましょうね。さーて。あ、夜になったらセリフ変わるのかな。あ、ここは誰もが楽しむ。あ、誰もが楽しむオラクルベリーの街と。いや、今日は勝たせてもらったな、ギャンブラー。やっぱり引きは大事だなと。はいはい。あ、そっか。夜に開いてる店っていうのが左上にあって、ここなんだったっけ。あー、位置が変わってる。私は女子、あー、いいことして、あー、そういうことね。位置が変わってるけど、言うことは変わんないと。まあ、ちょっとドラクエやっててね、もうじいさんがねスケベーなこと以外言うっていうのはちょっと違和感ありますよねなんかまともなじじいを見るとあれドラクエじゃないのって思ってしまいますね。お前さん食べる人かい。だったら馬車の一つも買ってみないかよ。この仲間乗せられるぞと。3000ゴールといったところとこれ真っ黒に負けて、おこんなに早く手に入るのかよ。よいよし、商談するぞ。馬車は町の外に出しとく。いい旅をする。ちょっと待ってこれあれじゃない。あ、地図見れるのかな。あ、見れるわ。わあ、あ、でもいつも似てる地図だね。なんとなくなんとなく地図似てるよね。まあいいですわ。いや、こんな手の入り方するのね。ということは夜の街に来ない人は永遠手に入らないじゃないということね。あー、楽しくなってきた。こらいいわ。よいしょ。あ、ここはもういないんだね。で、おー、誰かいるけど。風の噂に聞いたのですか。どこかで人々が幸せに暮らせる光の国を作ってるとか。もし本当なら行ってみたいものですね。あなた行ったらえらい目に遭うよ。あ、ここに子供がいたんだけど、調べたら何かあったりして。あ、なんもないか。なんもないね。甘かったね。あ、でもバーチャが手に入ったのはもうこれむちゃくちゃいいわ。あ、これ占いのばあさんのとこだったね。え、井戸って夜見たらなんかあるとかそんなのないよね。うん、今回井戸は本当何もできないんだね。話しかけることもできない。うん、あ、ここは、あ、うちのおじいちゃんいたらまた酒場かしら。困ったまらないと。で、ばあさん、あ、はい、占いましょう。よろしい、お主は男前だから男前。あ、結局そうなのね。ふむふむ、お主は誰かを探しておるな。それはお主に親しい女と出たぞ。しかしお主にはそのものがまだ生きているのかわからないと見える。安心せい、そのものはまだ生きておる。そしてお主に会える日を待っているぞ。まず北に行くがよい。そこでお主は何かを見つけるじゃろう。いっぱいヒントを教えてくれたね。おばあさんいい人だ、ほんとね。あ、なるほど。もうこうなると休んで北に向かおうか。この店は酒はうまいが料理はまずいな。ほれ食ってみなされ。なんとうまいと申されか。お前さん今までよっぽどひどいものしか食わなかったんな。かわいそうになと。まあね、私はね、今はしがない防具屋ですが、もっとでっかい商売をするのが夢なんですよ。そのためには北にあるという大きなお城に行って注文どっさりと。でもうちの女房が許してくれなくて、なんで引くと。あ、確かにね、あの食うもん、あの貧しい思いすると何でも食えるようになりますね。私も一度そういう経験がありますね。嫌いなものでも食えるようになりましたね、その時はね。でも戻っちゃうとやっぱりまた嫌いになりましたけどね。あら、ハンサムなお兄さん、ゆっくり飲んでいってねと。あ、私はハンサムなんだね。あと宿に行ってちょっと、行かなくてもいいけど夜更かしよくないんでね、寝ましょう。あ、夜になったら上に人変わるのかな。あ、いるいる。
噂では世界のどこかに小さなメダルを集めてる王様がいるそうですよ。その王様のところにメダルを持っていくといろんなものをくれるそうです。メダルを見つけたら捨てずにとりあえず預かり所にでも預けとくことですな。メダルね。キャーイッチと言うと思ったでしょ。でももうお風呂から上がって服をつけたところで残念でした。やっぱりこういうのがドラクエだよね。今私の妻がお風呂に入っているのであんなことだ、すまさぬぞと逆でしたね。さあ宿に泊まって北を目指しましょう。大山は疲れた顔をして、でもうちの宿に泊まれば元気100倍間違いなし。一晩たったの10ゴールドお泊まりになりますが安いね。はい、いい朝ですね。この次もぜひともうちの宿にいた。さあ北を目指しましょうか。これとりあえずね、おお馬車ついてきてる。はい、いきなり来たりしてね。それぞれ49ポイント37ゴールド。おなんとブラウニーが受けられる。中森だそのこちら見てる仲間にしいきなり来たね。あだだだだだ、ブラウニーが仲間に加わったと。おおかわいい、ブラウン、ブラウンいい名前だねブラウンって言うんだね。あでも成長したっけ。あするよね、するよね。装備は確かできなかったと思うんです。お鍋の蓋ね、できないよね。お鍋の蓋、ああそうだね。ヘンリーさんしても仕方がないね。あ、ブラウンが仲間になった。これはいいや。こっちの方何かあるかな。ああ、またいっぱい出てきたね。あとスライム仲間に欲しいな。あ、なんかさげなくボッコボコ食らってんだけど。あ、でもブラウン。ブラウン2番目だねこれ。ヘンリーさんダメだわ、2番目にしたら。並び替えましょう。並び替えはどこですんだろう。作戦か。並び替えを私、ブラウンさんの方がいいよね多分ね。で、あそっか、モンスターは上がらないのかな攻撃力。え、ブラウンさん守備 10？ ちょっと待ってちょっと待ってね、ダメじゃない。これブラウンさん、あじゃあヘンリーさんブラウンさんだね。あということレベルが上がったらあれなんかな。わ、骸骨兵こんなんは来てくんないな。ちょっと待ってヘンリーさん、ヘンリーさんすんの忘れてる。痛いね、すんごく痛いけどもっぱついくか。あ、私に来たから大丈夫だね。はい、あまだ上がらないね。ブラウンさんどうすんだ。まあちょっと10万でホイミ入れときましょう。で、あ、満タンって私持ってたのかな。さあ、ちょっとごめんなさいね。スライムとちょっとやり合いたい。スライムも仲間に欲しいんですけどね。あ、夜になっちゃった。早いね、サイクルが、この5は。あら。だけど、ブラウンってかっこいいな、名前が。あ、マヌさん入っちゃった。あ、でもブーミランだから関係ないか。関係ないのかな。お、レベル2に上がった、ブラウン。ヒットポイント5上がったね。マジックパワー上がらないということは、魔法は唱えないんだね。あ、ちょっとスライムさんのお仲間にいただきたい。山ってエンカウント率高かったんだっけ。あ、来ないね。
スライム来ないなあ。やっぱ山はエンカウント率高そうだね。とりあえず私が鋼のあれをだね、買わないといけないね。で、買った後ヘンリーさんで、装備をね、良くしていきましょう。ちょっとね、回転上げたいんでね、力が1ポイント、身の守りが1ポイント、ヒットポイント3のマジックパカさんですね。よいしょ。あー、面白くなってきた。ほんと面白くなってきたわ、これ。ひょっとしてね、私餌持ってたでしょ。あ、魔物の餌持ってんね。いや、数減るかなと思ったけど減らないね。振りまいた。あ、なるほど、濃くなんのか。なるほどね。てっきり餌ないと、餌の数だけ仲間になってくれるのかなって今思っちゃったりしたんだけど、違ったみたいですね。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたので、この辺で終わっておきましょうね。ドラゴンクエスト5終わっておきます。どうもありがとうございました。